天才ストライカー鎌本国重の秘話、サッカー界の伝説が語る才能と成功の裏側、序章鎌本国重とは、鎌本国重は、日本サッカー界の伝説的なストライカーであり、その才能と成功の裏側には数の秘話がある。彼は、日本代表として国際舞台で活躍し、日本サッカー界に名を刻んだ。本記事では、鎌本国重のサッカー人生を振り返りながら、彼がどのようにして天才ストライカーとなり、成功を収めたのか、その秘話を紐解いていく。鎌本国重のサッカー人生の始まり、鎌本国重は、幼少期からサッカーに親しんでいた。彼は、地元の少年サッカーチームでプレーを始め、その才能がすぐに頭角を現す。中学時代には、全国大会で活躍し、高校時代には、全国高校サッカー選手権で優勝を経験する。その後、日本代表に選出され、アジア競技大会やオリンピックに出場するなど、国際舞台での活躍が始まる。天才ストライカーとしての躍進、鎌本国重は、その圧倒的な得点力とスピードで、日本代表のエースストライカーとして活躍する。彼は、1968年のメキシコオリンピックで銅メダルを獲得し、日本サッカー界に名を刻む。その後も、アジア競技大会やワールドカップ予選などで活躍し、日本代表の歴史に名を刻む。また、彼は、国内リーグでも活躍し、数のタイトルを獲得する。その才能は、日本だけでなく、海外からも注目され、彼は、日本人初の海外プロサッカー選手として、ブラジルの名門クラブに所属することになる。才能と成功の裏側にある秘話、鎌本国重の才能と成功の裏側には、数の秘話がある。彼は、幼少期からサッカーに打ち込み、その努力が才能を開花させた。また、彼は、チームメートや指導者からのサポートを受け、自身の弱点を克服し、成長を続けた。その中で、彼は、自分自身を追い込むことで、限界を超える力を身につけた。また、彼は、チームのために自分の役割を全うすることを常に心がけ、その姿勢がチームメートにも影響を与え、チーム全体の力を引き上げることに成功した。鎌本国重のサッカー人生は、才能と努力、そしてチームメートや指導者との絆が結実したものである。彼の秘話を知ることで、サッカー選手だけでなく、どんな分野でも成功を目指す人にとって、大きな示唆を与えてくれるだろう。